生つまりんだ。つまりん。なんでここに。昨日海外に行ったんじゃ。海外日帰りだったのよ。昨日の朝出発して夜帰ってきて。うわ、ハードスケジュールお疲れ様です。そんなことよりカンちゃん。はい。どうして私のことをお花見に呼んでくれなかったの。だって海外でサイン会って知ってたし。違うね。わざとお花見をサイン会にぶつけたでしょ。知ってたら日にちずらせるわ。せめて連絡くれるわ。あ、いや、そのつもり。ちょっと昔のお花見でやんちゃしただけなのに。毎年だよ。ちょっとじゃねえよ。てか自覚してたのか。監督ひどい男。最低ですぞ。女の敵ですぞ。バカな敵。やめろ。お前ら騙されてるぞ。なかなかまあいいわ。私も間に合ったことだし、みんなで楽しく飲みましょう。ただし監督、てめえはダメだ。監督、ダウン確認ですぞ。つまり勝利。イエース。さあ飲みましょう。海野くんどうぞどうぞ。 ありがとうございます。あら、海野くんいける口ね。つもりんのお酒なら何リットルでもいけます。まあ嬉しいわ。海をダウン確認です。海が、海は残念。あとはソムリエくんね。ソムリエくんは、あら、もうダウンしてるのね。よく眠れますように。それ以上いけない。一緒に飲みましょうね。お酒美味しいわ。監督がつもりを呼ばなかった理由わかった。足りてなくない。そして女子力足りてなくなくない。女子力関係ないですよね。せっかくあったかいんだし、もっと露出度高い服着なきゃダメよ。ちょっとほら脱いで。やめ。ヨレヨレの襟ぐり、 T シャツ2枚重ね、ほつれ、虫食い穴、霞んだプリントは色あせてもはや白色。何か言ってください。でやでい。父一人やないか。なあ、わしとスケベしようや。誰も見てないよ。ねえ、見てないから。